皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、日活三人娘と呼ばれていた泉昌子さんの話題です。すごい人気女優として躍動した泉さんですが、北極点に到達した初めての日本人女性として注目を集めました。しかし、その陰では驚くような苦悩があったようです。経歴とともに見ていきましょう。泉昌子さんのプロフィール。本名、泉昌子。生年月日1947年7月31日。出身地、東京都中央区。血液型 A 型。学歴、清華学園女子高校。経歴、泉昌子さんの実家は銀座で、江戸時代から歴代続く幕府御用達の家具屋を営んでいました。ご両親の代では寿司や天ぷらなどを出す食堂を営んでおり、実家では従業員約20人と、母親のいとこが経営する干物屋の従業員たちと一緒に住んでいた泉さんは、たくさんの大人たちに見守られて育ちました。両親が夜遅くまで食堂に立っていたため、4歳から5歳の頃から朝は、一人で起床して朝食を自分で用意していた泉さん。さらに弟を起こして、朝食を食べさせたり、弟を連れてバスに乗り、幼稚園に行ったりと、とてもしっかりとした子供だったそうです。お弁当を持たずに幼稚園に行っていたため、お昼近くになると実家の出前が幼稚園に届けられるのですが、手作りのお弁当に憧れだった泉さんは、友人のお弁当と引き換えて食べていました。また、ご両親は仕事で忙しかったため、幼児期にひらがなを教えてもらえず、小学校に上がってから自分の名前がひらがなで書けなかったことがショックだったそうです。そのまま勉強が嫌いになってしまい、学校が終わったら松坂屋や三越などのデパートで男の子たちを引き連れて、客の後をつけて探偵ごっこをしていました。この他にも、一流料亭の友達の家のお座敷でプロレスをしたり、ビルの屋上から隣の銀行に飛び移ったり、とてもおてんばな女の子だったと言われています。それから勉強が苦手で学校が嫌いだった泉さんは、子役になれば学校に行かなくてよいと考え、父親にオーディションを受けたいと伝えました。すると父親は、一時的にやりたいだけならやめろ。やるなら一生やりなさい。本気でやるなら応援してやるといい申し込みを入れてくれたそうです。そして、実際で劇団若草の子役になった後、金五郎劇団に入り、女優ではなく喜劇役者を目指しました。その後、テレビ番組「ジェスチャー」に出演する、柳家金五郎さんのカバン持ちとなり、同番組の共演者で日活のプロデューサーだった水野江滝子さんにスカウトされます。1961年に日活に入社すると、以降青春映画に多く出演。目鼻立ちがはっきりした正統派美人だった泉さんは、さまざまな世代の方たちから愛され、吉永小百合さん、松原千恵子さんと共に日活三人娘と呼ばれ、絶大な人気を博していました。1963年映画「非行少女」の主演を務め、演技力が認められるとエランドール新人賞やモスクワ映画祭金賞など各賞を総なめにします。日活作品でよく共演したのが高橋英樹さんで、2人のコンビはポスト吉永小百合、ポスト浜田光雄と言われていました。泉さんは足が短かった高橋さんのことをダックスフンドと言って、高橋さんも泉さんのことを同様の意味で鶏の白色レグホンと言い返し、よく喧嘩をしていたとのことです。泉さんの人気ぶりは、雑誌の近代映画のオールスター投票女優部門で1964年から5年連続でベスト10入りするほどでした。1966年と1967年には2年連続で吉永小百合さんに次ぐ第2位にランクインしました。また、雑誌の青春の水着祭りという企画で水着メーカーとコラボレーションし、当時の最新モデルの水着を着用したことで大きく話題を呼び、その水着はものすごい勢いで売れたと言われています。1967年には、同じく日活だった山内健さんとデュエット曲をリリース。アメリカの人気バンドグループザ・ベンチャーズのカバーソング「2人の銀座」と「東京ナイト」をリリースし、大ヒットしました。1971年に日活が路線変更したことによって、その後は活動の場をテレビに移します。近年はその明るいキャラクターを生かし、バラエティ番組にも出演しています。偉業達成までは、泉さんは北極点に到達した初の日本人女性としても話題を集めるようになりました。小学生の頃から南極越冬隊に憧れていた泉さんは1983年2ヶ月かけてドキュメンタリー番組のレポーターとして南極に行った際、壮大な自然の景色を目の当たりにし感動を覚えたなどと言われています。何もないという魅力を感じ、突き当たりのない景色にびっくりした泉さんは1回で極地が好きになりました。そこに自分が一歩足を踏み入れた途端、私は極地の素晴らしさ、豊かさ、たくましさに打たれてしまいました。今まで小さく暮らしていた自分の情けなさを嫌というほど思い知らされましたと話しています。そして1984年、地球のてっぺんに立ちたいと北極点への挑戦を思い立ち、翌年日本を出発。北極点への出発地点であるワード半島島近くの氷上に降り立ちました。そこから北極点到達を目指してスノーモービルでソリを引いて出発しましたが、気温の上昇に伴いやむなく断念。その後の1989年41歳の時に再度北極点到達へ向けて4人の隊員と共にスノーモービルで出発しました。そして出発から62日目、日本人女性として初めて開票場から北極点到達が実現できたのです。なお、開票場から北極点に到達したのは世界の女性では2人目の快挙でした。到達後、泉さんは「北極点は一歩ずつコツコツと一生懸命近づくからこそ値打ちがある」とコメントを発表し、その後この経験談をまとめた著書「笑ってよ北極点」を出版しました。以降もグリーンランドなどの北極地方に50回ほど行ったと言われています。激変してると北極点到達に成功した泉さんは、従来より山歩きが好きだったことから登山にも熱中し始めました。極地や登山に持ちこたえられる体力をつけるために脂肪を増やし、防寒のために5000キロカロリーの食事を摂り続ける日々を送っていたそうです。さらに極地では紫外線が強く顔にシミが多く出てきたため、過去と現在との容姿の差が一時期話題になりました。しかしそういったことに対し泉さんは「昔は綺麗だったってよく言われる」と笑い飛ばし、私は私、今を楽しく生きるのが一番と明るく語っています。意外な方法で借金返済、2回にわたって北極点へ挑戦した泉さんですが、1回目の挑戦費用で多額の借金を抱えることになりました。冒険に要した費用は1億3000万円だったそうですが、このうちの7000万円が借金として残ったわけです。そのため借金返済が終わるまでは脇目も振らず働くと決意。実は泉さんはお仕事が追い風を受けていた1970年代に未来を考えて不動産投資をしており、東京都港区にホテルメイツを所持していました。巨額な借金を抱えたことでそのホテルをトランクルームに変更し、多くの利益を生み、2度目の北極点挑戦までに7000万円を清算しました。独身の理由とは、泉さんはこれまで一度も結婚しておらず、かつて熱愛が報じられたこともありません。泉さんによると、13歳の時に悪い虫がつくといけないという理由で日活から恋愛禁止令が出されていたそうです。おまけに26歳まで母親が付き人だった影響で共演者から声をかけるようなこともなかったと話しています。こういったことから自由に恋愛することが叶わなかったかもしれません。現在は泉さんは北海道士別市の別荘で1年の約半分を送っています。別荘は敷地面積が4000坪、建物が75坪あるログハウスで、馬を飼って農作業をしたり、お近くの農家から野菜を分けてもらって交換したりと、自給自足の生活をしているそうです。泉さんは北海道は食べ物も美味しいし空気もきれい、それが醍醐味と語っています。また全国至る所で講演会を行い、北極点踏破で学んだ人生の教訓や現地で見た地球環境といった講演テーマで1000回を超える講演活動も続けているそうです。日活3人娘として人気を博した泉雅子さん、たくさんの挑戦をしてきたことにびっくりしました。これからも多くの方に勇気を与え続け、元気に活躍をしてほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。